外球仕上げって何？外球無双の時代到来。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる競馬学習編ということで、そもそも外球ってなんだということを見ていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、そもそも外球とは何かを学びたいと思います。外球仕上げとはどういうことか、外球は何のために歩くのかを確認していきたいと思います。そして2つ目、外球施設ってどこにあるということで、実際にどんなところが外球施設なのか知っておきたいと思います。そして3つ目、外球施設は何がすごいということで、一体在球と何が違うのか、馬にどのようなメリットがあるのかを知っておきたいと思います。それではまず1つ目、外球とは何かというところを確認していきたいと思います。レース前では調教施設であります立東か美保のトレセンで馬は調整を行います。しかし各厩舎が使用できる馬房数には限度がございます。パターンとしては2つ。1つ目がレースに出ない休養をしたい馬でございます。この馬の場合は右を見ていただきますと、このパターンでは牧場に入ることが妥当かと思われます。牧場でしっかりと休養するということで、牧場の目的は休養が目的となっております。しかし2つ目をご覧ください。またレースに出るという馬もいるはずです。1ヶ月後であるか2ヶ月後であるか分かりませんが、他にすぐに出る馬ほど優先度は高くございませんが、その後にレースに出るという馬は一旦放牧に出て休養するよりは調整を続けたいと、そういう風な流れの馬にございます。その馬の場合は外球施設を使うわけです。トレセン以外の調教施設ということが外球の定義となっておりますが、トレセンの近くでなるべく調教を済ませて、そしてレースに挑むという流れでございます。そして次に外球施設はどこにあるということでございますが、代表的なものを挙げてみました。この他にもたくさんございます。代表的なところでは西日本の場合は滋賀県立東のございます、滋賀県でございますが、グリーンウッド、社大系、ノーザンファーム、信楽、ノーザンファーム系となっておりまして、この辺はかなり有名でございます。吉沢ステーブルウエストや、京都では宇治田原優秀ステーブル、最近強い馬が出てきておりますヒイラギアージも注目されております。そして東日本の代表的な施設といたしましては、宮城県の山本トレセン、福島県ではノーザンファーム店やノルマンディーファームなどがございます。日本のトレセンがございます。茨城県では村瀬ファームや美保分所、アミトレセンなどがございますので、こちらもご存知であるかと思われます。その辺も見ながら外気を楽しんでいただければ、より深く学んでいけるのではないでしょうか。それでは3つ目、外気施設は何がすごいということでございますが、今日一番伝えたいのはこちらでございます。例といたしまして、吉沢ステーブルウエスト紹介させていただきたいと思います。イメージの中で大体外球というのは放牧先で調整をするということ、そういうイメージをお持ちの方が多いようで、放牧先で簡単に調整をして入る、レースに入る、トレセンに入る、そういうイメージをお持ちの方も多いみたいです。外球先で調整していてプラス体重に戻ってきてますが、このまま大丈夫でしょうか、そのような質問をいただくことも多いですが、そんなことはございません。なんと施設は非常に充実しております。施設の充実度をピックアップしてみましたが、厩舎10棟215頭分が入ります。そして屋根付きの販路ウッドチップに屋根付きの周回ダートコースと、かなり調教コースも充実しております。そして新馬などでも利用できますが、スターティングゲートでございます。こちらも完備されており、さらにウォーキングマシン4機もございます。調教施設の調教の内容といたしましては全く問題ないのではないでしょうか。むしろ屋根付きで充実しているような感じも思われます。そして競走馬の診療所も完備されております。 X 線システムや超音波の診断装置などもあるようです。そして獣医も常駐ということで、もう完璧な三拍子でございます。このような施設でしっかりと調整してレースに挑むという馬、活躍するのも納得できるのではないでしょうか。外球について学ぶ第1弾ということでございます。3つのポイントを振り返っていきたいと思います。まず1つ目、外球は休みじゃないということでございます。休養の場合は北海道などの牧場でゆっくりと放牧を行って疲れを取ります。馬房数の関係やレースに向けて仕上げを行う目的では外球施設を利用しますので、そのあたりは頭に入れておいていただければと思います。そして2つ目、外球施設はどこにあるということでございますが、各トレセン近くの滋賀や茨城にある施設もございます。しかし、やや離れたところに位置する施設からは輸送が長く馬体重も考慮した仕上げを行っている可能性もございます。
ですので、そのような条件の場合はしっかりと確認していただいた方が良いかと思われます。そして3つ目、これはもう簡単でございます。外球は何がすごいということでございますが、施設がすごいでございます。単純なことかもしれませんが、先ほど見ていただいた吉沢ステーブルウエスト、かなり素晴らしい施設でございました。このような立派な施設でしっかりと調整して、G1 や G2、G3 など大舞台に挑んでくる馬もございます。活躍が多いのは納得できるのではないでしょうか。ということで、今回は勉強編ということでございましたが、重賞などの最終的な外競馬やデータ該当馬に関しましては、最終的に LINE でお送りさせていただいております。ぜひ下の概要欄から1秒で登録できますので、ご登録してお待ちください。また、今回紹介させていただいた吉沢ステーブルウエストでございますが、概要欄にリンクも貼っておりますので、ぜひホームページを見て、施設の中身を見ていただければと思います。驚かれる方も多いかと思いますので、ぜひご覧ください。本日も最後まで動画をご覧いただき、誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そして、これを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお待ちしております。大変喜びますので、よろしくお願いします。そして、LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては、LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。